人算阿美，我们二人死死都有个，我很壮哎。荷物が来たらコンテナから下ろして発送地域ごとに置く。仕事はそんだけだ。もたもたしたりサボったりしてたら容赦なくこいつでぶん殴るからな。おい女。はい。読み書きはできるか。はい。足し算と引き算はできます。よし、お前は事務係をやれ。わかりました。おら！おお、超壮。こんなもんへでもねえ。だけどあんま無理するとスタミナ切れちまうぞ、あいつみてえにな。情けねえな。ちくしゃ、なんで最後だけジムなんだよ。俺だって足し算くらいできるっつうの。おい、箱の中身を看一下箱子里面。なんだこれ。じゃあフカヒレだな。一級品か、それとも三級品か。俺が分かるわけねえだろ。こっちは干しアワビだな。食ったことねえが高級食材だぜ。钱呢？なんだこれ？ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか？知らねえよ。日本料理じゃ食材を蒸したりするときに和紙を使ったりするけどな。おいそこ！何してる？すいません。今すぐ仕事に戻ります。いいか、荷下ろしが終わったらタンカーから営業担当が伝票を持ってここに来る。営業担当の人？俺たちに商品を売った人間だ。営業担当が持ってくる伝票に書かれた金額を払うのがお前の仕事だ。很高兴这次的合作十分顺利。こいつが伝票だ。ちょっと、私中国語なんてわからないんだけど。構わん、見るのはここ金額の欄だけだ。そしたらこの金庫から金を出して渡す。谢谢。我下星期也会再带这么多。今のって日本円でいくらなんですか？
800万円ってとこだ。800万を現金払い？中国人民元での現金一括払い、それがうちの売りだ。売り主からしたら面倒くさい手間が省けて、すぐに金を手にできる。多少買い叩いても、本土の連中がうちに品物を下ろしたがるのはそういう理由だ。なるほど。分かってると思うが、金をくすねようったって無理だぞ。倉庫の中のものは全て管理されているからな。もしも妙なことをしたら、ただじゃすまんと思え。まさかくすねたりしませんよ。拖得很累。我记杀荣子。内衣里面都要看，这样子看过。严格开始在那边争论谁的工作比较轻松了。被我们臭嘞。不亏有你啊，不然一起去洗澡，你要一起洗啊。切，抽神力抽战，他们在吵架吗？啊？在叫什么？舍不得分开的情侣哦。
何見てんだよ。何見てんだよ。边不远哦，很多地方都是黑的呢。那这一带地图有够大的呢，有够大的呢。为什么有一个违法实况组？不当的病人。这么多个啊！我来了。舐めないでくれよ。ザコが。やる気だよ。やめんなよ。熱。私の番ね。やめんな。かかってやめんなよ。やる気あるの？調子に悪いってとこか。
超远呢、欸。超级远。何見てんだよてめえ。殺すぞ。ほら。こいつ来た。舐めんなよ。どうだこいよ。ザコが。さあ来なさい。終わらねえぞ。どうした？やってやるぞ。やってみろ。取っておきな。ギリギリってとこか。秒杀嘞！这个范围，好秒。棒攻击很伤人龙七就是要订阅77777个月。打工英雄可以报告了，烦了，走过头了，对呀、啊。啊！去！我香喷个都木得了，化妆水。気持ちよかった。あれもう風呂上がってたのか。すまねえ。別に男の裸なんて見慣れてるわ。まあそれもそうか。足立さんとナンバーはまだお風呂でしょ。それより今食材の仕入れ値を調べてたんだけど、今日ハンピン貿易公使が仕入れた食材だけど、仕入れ値はどれも結構高価ね。普通に一級品の価格だわ。ってことは
買ってるのは三級品じゃなくて一級品。食品偽装じゃないのか。ええ、多分。現金一括払いだから多少は値引きされてるけど、買い付けに関して怪しいところがないのを見るとその線は薄いわね。マジか。でも問題は売り値なのよ。売り値？例えばこのフカヒレ 100g1 万円で仕入れてるの。あんたならそれをいくらでレストランに売る？儲けを足して2万とか。ところが半品貿易講師は1万円で売ってるみたいなの。え？1万で仕入れたものを1万で売るって？それじゃ何の儲けもねえじゃねえか。そういうこと。ボランティアでやってるとしか思えないわよ。そんな商売してたら経費ばっかかかってあっという間に会社が潰れちまうだろう。それがあの会社は潰れるどころか年々利益を上げてるのよね。どういうからくりになってるのかはまだわからない。今度の出勤の時には伝票だけじゃなくて帳簿を見れたらいいんだけどね。帳簿って？怪しいとすれば脱税とかかもね。調べる価値はあるわ。あんま無茶すんなよ。あそこの奴らは半品リューマンなんだ。へえ。私のこと心配してんの？私なら全然大丈夫。心配だよ。当たり前だろ。当たり前？そうさ、俺たちは仲間なんだから。仲間なんだから当たり前か。なんか変か？正直言うとね、仲間なんて私今までそんなの持ったことなかったから。没关系，你现在有我这伙伴。そういうのって映画とか漫画とか、そういうのに出てくる綺麗事だって思ってたんだよね。少なくとも私には縁のないものっていうか。そんなわけねえ。実際俺らこうやって一緒にいるじゃねえか。そうよね。そうだよ。ドラクエだって仲間がいなきゃクリアできねえんだぜ。え？それってテレビゲームの？お？お。でも実際そうだろう。変な人。変で結構だよ。どうせ俺は。ありがとう。あんたたちの一番の仲間に入れてくれて。うん？どうした？なんか深刻な話か？うん、まさか。今からまだまだ大変だぞ。よし、今夜ケーキ漬けにここで一杯やろうぜ。でも打ち合わせがよ。店長の形見の大入りあるだろ。ダメだダメだ、俺は大切に取っとくんだ。ケチくせえこと言うな。店長だって天国からいいよって言ってくれてるって。勝手なことばっか言うなよ。それは俺が絶対に許さん。足立さんは酒のこととなると人が変わるんだよな。違法風俗反対！一人町から撤退せよ！ブリーチジャパン。なんだよこれ。ここは廃業したってのに今さら何の用だ。皆さんご覧ください、この不潔極まりない建物。そう、ソープランドです。我々の熱意あふれる活動の結果、つい先日この悪しき店は閉店へと至りました。おお、我々の勝利です。この街に救う大きなグレーゾーンの一角が崩れ落ちたのです。このまま手を緩めてはなりません。
この一帯全てのグレーゾーンを浄化していきましょう。おお、この店は今夢中だ。あんたらにお構いする気にはなれねえんだがな。おや、まだいたんですか。我が町の外中の皆さん、お構いする気はねえっつったぜ。もうこちらの店は閉めたんでしょ。あなた方も早々に立ち退かれるべきではありませんか。そうだそうだそうだ。ほら聞こえだろ、消えろや寄生虫。せいぜい声上げるとこまでにしとけ。俺らに手出す気ならそれなりの覚悟がいるぜ。見ましたか皆さん、チンピラの本性がむき出しだ。未だに暴力で市民の声を封じることができると思い込んでいる。時代錯誤も甚だしい。今日はもう店じまいだ。とばっちりが来るぞ。くそ、肝心な時に清流会は何やってんだ。みかじめ取ってくだけで役に立ちゃしねえ。さっさと出ていけ。お前らみたいなのが社会を悪くしてんだ。社会の敵、犯罪者。さあもうこの町から出て行ってください。こちらの店長さんはよくわきまえられていたじゃないですか。自分の振りまく悪臭を止めるために自らの手であの世に飛び出かけていった。なんだと。野々宮と言いましたっけ。常々見ているだけで気分が悪くなる人間でした。だからどうしても彼の死を悼む気持ちになれないんです。首を吊ったあの男の姿を思い浮かべると。大掃除を終えた時のような爽快感を味わえますね。何するんだ。消えな、スエロ。よせよ。ダメだぜ、サッチャ。なんでよ。バカが。もう遅い。好機会提前生日快乐波浪服波浪服。今のは立派な暴行事件だ。こんな奴にはビンタじゃ足りねえよ。え？クソ野郎。こんぐらいやめろ。支部長がやられた。お前ら出番だぞ。なんだバットなんか持って野球でもすんのか。つまりそっちも最初からやる気だったってことじゃねえか。やっちまっていいっすよね支部長。当然だ。先に手を出したのはこいつらの方だからな。行け、どうしたち。全ての汚れを漂白だ。ブリーチング。覚悟して。やってやるぜ。私の番ね。ちょっと待ってくれ。ほら来いよ。やってみろ。気合いやらってきなよ。してみろ。なんだよ。かかってこいよ。舐めるなよ。舐めんなよ。逃げるなら今のうちだ。やってみろ。舐めるなよ。かかってきなよ。はあ、気合いやれ。来い。舐めるな。してみろ。舐めるなよ。やってやるぞ。来い。かかってこいよ。ほら来いよ。やってみろ。
やめんなよ。かかってきなよ。かかってこいよ。やんのか。してみろ。来やがれ。来い。なんだよ。なめるな。なめんなよ。逃げるなら今のうちだぞ。かかってこいよ。来い。はあ。かかってきなよ。やってみろ。なめんなよ。かかってこいよ。なめんなよ。なめるなよ。かかってきなよ。ザルだ。舐めるってこいよ。ほら来いよ。来なよ。逃げるなら今のうちだ。やるか。かかってこいよ。してみろ。かかって来なよ。来なよ。かかってこいよ。やめんなよ。来い。かかって来なよ。ほら来いよ。やってみろ。かかってこいよ。逃げるなら今撃たれるなの、はい、してみろ。かかってきなよ。来やがれ。かかってこいよ。来なよ。やるか。来い。かかってきなよ。ほら来いよ。なめんなよ。やってみろ。なめるな。やってやるぞ。要打架是不是。来なよ。かかってこいよ。かかってこいよ。じゃあ来てみろ。見てなさい。やんのか。おい、やめるなよ。こいつなんだなんだ。ぶっ飛ばしてやる。こい。かかってきなよ。俺の番か。やめるなよ。やめるなよ。300よ。还蛮高的。来，俺的番だな。逃げるなら今のうちだぞ。来い、来なよ。絶対負けない。とっておきだ。やめるな。やめんな。してみろ。そりゃ。ぶっ飛ばしてやる。くらえ。俺の番ね。やめるなよ。やめんなよ。よ。よし。ダメだよ。とっておき。かかってきなよ。やってみろ。妈呀，好像太低了。どうするかね。逃げるなら今のうちだ。ダメるなよ。我靠，还有，还要跟他打。なめんな。見てなさい。おい。お、やってやるぞ。おい、来た。ん？してみよ。さあ、手を引き。嘴炮。くそ。一发秒他。逃げるなら今のうちだぞ。こっち来るな。行くぞ。行くぜ。よし。俺の番ね。蛮难练的呢，职业等级真的蛮难练的，要练好久啊。またいい女になっちゃった。废物。誰か警察を呼んでください。我々はこの連中に暴力を振るわれました。那么看好戏。卡耶雷，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 卡耶雷。
帰れ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 、協力は我々ブリーチジャパンの団結を強める、もう手加減はないからだ。ざまあ見ろ、二度と来んじゃない。ここは私たちの町よ。よくやったぞお前たち。見ててすっきりしたぞ。オンに切るぜ。ざまあ見ろっての。いい君。死んだ人間にあんだけの悪態つかれて黙っちゃいられねえよ。でもつい手が出ちゃって迷惑かけちゃったよね。迷惑なもんかい。あれで吹っ切れて連中の本性も分かったしな。それに、それに、もし警察が来ても俺らパクられる時は一緒だからな。いや、久しぶりにスカッとしたよ。連中にはいつも好き放題言われてるからさ。ああ、役立たずの清涼会に見せてやりたかったね。よせって、褒めすぎだよあんたら。いや、俺は今日の件で思い知ったね。結局自分たちの身は自分たちで守んなきゃなんねんだ。ヤクザのケツ持ちなんて当てにしてられん。だよな、清涼会なんかよりこの人たちの方がよっぽど頼りになるってもんだ。オンに切るぜ。あんたらがいりゃ俺からも一緒にしたぞ。またスカッとやっつけてくれ。是在蛮多现实层面的东西的，还蛮现实的。怎么了？你谁？你谁？嗯，你来帮我洗澡的吗？お休みかな。ナナミ。あの、何か用でも？え？あ、いえ、面接じゃないんですが。ああ、俺は店員さんですか。すみませんが、ナナミヤさんいらっしゃいますか？今日会う約束してたんですけど。え、あ、いや、ひょっとして知らない？はい。その野々宮さんは亡くなったんだ。え、うん、おい、この姉ちゃん白目向いてるぞ。しっかりしろ姉ちゃん。翻白眼的我想。ちょっとは落ち着いた？すみません、ありがとうございます。ずっと電話がつながらなくて何かあったかと思っていたんですが、まさか亡くなっていたなんて。まあそりゃ驚くよな。ところで姉ちゃん、名前は？私はエリ、一番成果という会社で社長をやってます。エリちゃんか、社長ってすげえな。若いのに大したもんだ。一番成果っていいな。俺も名前一番って言うんだ。春日一番、奇遇だな。そうなんですか。横浜で一番美味しい店にしたいっていう思いで祖父がつけた名前なんです。看板商品も一番せんべいで。へえ、食べてみてえな。それで野々宮さんとはどういう関係で？
野々宮さんは私に代わってうちの会社の社長に就任してくれることになっていたんです。え、今日はその件でお伺いしたんですが。え、野々宮さんが社長に？あれ、ご存じない？ああ、だって姉ちゃんの会社一番成果ってことはお菓子屋だろ？風俗じゃねえもんな。はい、もともとは祖父が作ったせんべい屋から始まった会社で、祖父が亡くなり父の代になってからは他のお菓子の販売や飲食店経営なんかも手掛けるようになったんです。美人町の中ではそこそこ有名で、そこそこ大きい会社に成長してたんです。けど、けど、実は3年前父が病気で亡くなってしまいまして、母も幼い頃に亡くなっているので後継者がいなくて。その頃私はまだ学生だったんですが、父や祖父の思いの詰まったこの会社をなくしたくなかったので学校を辞めて私が継ぐことにしたんです。私なりに必死に勉強して頑張ったつもりなんですが、私は完全に素人ですし経営は苦しくなる一方でした。そんな中、甘い話を持ってきた詐欺師みたいな連中にあっさり騙されてしまって、そいつらにほとんどの店と授業を奪われてしまったんです。ひでえな。結局残ったのはせんべい屋だけ。ほんと父や祖父に合わせる顔がありませんよ。借金もできてしまって、このまま続けてもさらに傷口が広がるだけ。そう思って不本意ながらもう一番成果を締めようと思っていたんです。でもそんな時、救いの手を差し伸べてくださったのが野々宮さんなんです。え、他的内裤被我。野々宮さんはもともとうちのせんべい屋の常連さんで、私が赤ちゃんの頃から娘のように可愛がってくださっていたんですけど、うちのピンチを聞きつけて協力を申し出てくれたんです。店の借金を全返済してくれて、その上で俺と一緒にこの会社を立て直してこのうまいせんべいの味を守ろうって。へえ、野々宮さん男気あるじゃねえか。見直したぜ。なあ、俺はてっきり野々宮さんは弱みにつけ込んで姉ちゃんをこの店で働かせるような人間だと思ってたぜ。他の人にはどうか知らないですけど、野々宮さん私には優しかったから。いや、しかしよ、いくら常連とはいえ社長を引き受けるなんていうか、もっと金を稼ぎたかったのかね。それもあると思うけど、多分あいつの夢のためよ。夢？うん、偉人町で大きな会社を経営する、それが昔からあいつの夢だったの。酔っ払った時に何度も聞かされたわ。でっかい会社を作ってこの町に受け皿を作りたいんだってね。受け皿？偉人町は行き場をなくしたどん底な人間が集まる町。この町ですら居場所をなくしてしまった人間はもうどこでも生きていくことができない。だから俺はそんなどん底にいる行き場のない連中を全員受け入れられるようなでかい受け皿を作りたい。乙姫ランドもそういう思いでやってるんだってね。ご立派な考えじゃねえか。まあそんなこと言っておきながら従業員に無理させまくるブラック経営をしてたくらいだから、どこまで本気だったのかわからないけどね。でも確かに実際行き場のない俺たちを受け入れてくれたのはこの店だけだった。野々宮さんは本気だったんじゃねえかな。私も
野々宮さんは本気だったと思います。じゃないとこんな金の匂いのしないせんべい屋引き受けてくれませんよ。もっとお金になる話は世の中にたくさんあるんですから。さて、じゃあ私はそろそろ帰ります。皆さんご迷惑かけてすみませんでした。でも会社はどうするの？閉めようと思います。え？私なんかが社長を続けていくのはやはりもう限界です。代わりの経営者が見つからないなら畳むしかないと思います。才覚のない私がこのまま経営したところで遅かれ早かれ会社は潰れる。きっともう潮時なんですよ。姉ちゃんは本当にそれでいいのかよ。大切なお父さんたちとの思い出が詰まった会社なんだろ。嫌ですよ本当は。だって私の大好きな大好きなパパやおじいちゃんが一生懸命育てて守ってきた会社なんですから。でも野々宮さんにも頼れないし赤字続きで従業員もほとんど離れてしまった。もう私には頼る人も打開策もないんです。どうしようもないんです。でも全ては身から出たサビ、悪い奴らに騙された私がいけないんです。何やってんだろう私、本当に情けない。エリちゃん、よし、わかった。え、何が？姉ちゃん、安心しろ。あんたの会社、俺たちが何とかしてやるぜ。はあ。え？いいんですか？おう、どんと任せておけって。ここで会ったのも何かの縁だ。名前も一番成果なんて。運命感じるじゃねえかなあ。お前何言ってんだよ、本気か？だってよ、このまま放っておけねえだろ。かわいそうじゃねえか。それにこの町に受け皿を作りたいっていう野々宮さんの熱い思いに俺共感したんだよ。そりゃ俺も共感はするけどよ、経営なんてそんな甘いもんじゃねえんだぜ。わかってるさ。だけどよ、野々宮さんは俺たちの恩人だろ。行く場所のない俺たちを唯一受け入れてくれたのはあの人だぜ。俺は叶えてやりてんだよ。俺たちの恩人が志半ばで叶えられなかった夢をさ、それがあの人への恩返しになるんじゃねえかって思うんだ。いっちゃん恩返しか。お前らしいな。まあこうなったらどうせこいつは俺たちの言うことなんて聞かねえ。やってみりゃいいじゃねえか。応援してるぜ。ありがとう。ってあれ、足立さんやらないの？お前ならやれる。頑張れよ一番。町の人を救うなんて勇者みたいでかっこいいじゃねえか。一番ならできると思うわ。頑張ってね。おう、あのやっぱ俺だけ？春日さん、その本当にいいんですか？え、なお、男に二言はねえ。社長だろうが総理大臣だろうが大統領だろうが何だってやってやるぜ。ありがとう、本当にありがとうございます春日さん。おう、よろしくな、エリちゃん。はい、それじゃあ早速うちの会社を見てもらえればと思うんですが、よろしいですか？わかった。よっ春日社長。よっ春日社長。よっ春日社長。
お前らなぁ。